여러분 안녕하십니까? 今日はね, Quick Response のやり方, 教室の実際の様子を見ていただこうと思います. どうしてこんなことをやるのかっていうとね, 単語をね, 10個ユニットで, ものすごい速度で反応すると, 非常にね, 記憶しやすい。 10個をね, ペロッと覚えちゃうんですね。 これはね, 単語の記憶の深さと関係があります。 早く素早く反応する。 そしてそのように行動することによって定着につながる。まあこれがねクイックレスポンスの良さなんですね。そして実際にニュースを聞くときにもパッと反応できるクイックレスポンスのまあ効果を皆さん実感してみてください。いきますよ。前向いてください。ちょっとまず最初はナチュラルでやってからだんだん早めていきますね。はい。罪、種、長相念、国際司祭、 기부, 단독, 입장료, 뾰적, 계획, 환경, 수익, 전액, 청소년, 복지시설, 기부, 단독, 입장료, 목적, 계획, 환경. はい、じゃあ、皆さんからごつまり。はい、罪、罪、長所人、国際資産、寄付、単独、一丁目、六丁、経営、判断、収益、全額、青少年、福祉施設、寄付、単独、入場料、目的、 計画、環境。はい、じゃあもうこれが最初にしますね。なんか逆までいきます。いきます。はい。罪、罪、